인도네시아 경기가 펼치는 96년도로 한번 가보겠습니다. 예선 성적이었습니다. 추가적으로 재정 지원 그리고 해외 유학 등을 많이 보낸 팀으로 알려져 있었는데요. 주심 휘슬로 전반전이 시작됐습니다. 화면 오른쪽에서 왼쪽으로 우리 대한민국이 공격을 하겠고요. 상의 붉은색 그리고 하의가 검은색 유니폼. 사비오 차우도미스가 그때 스루시마시다. 야구 사투기마스. 고정 나가오미테. 戻してから 나이를 슈트기메마시다. 何か風格のあるシュート。そうですね。外からキーパーを起こしてのいいボールそしてヘディングで落としてそうですね。ワンタッチコントロール早かったですね。その後のプレーがここでちゃんと中狙ってますよね。ディフェンスがボールにちょっと釣られてしまいました。 これだけ ディフェンス 3、4人 振られてますよね。ボールウォッチャーになってましたね。こういった早い時間に点を取って、もう次からどん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 点を取りに行くっていう、もう攻撃で圧力をかけるっていう戦術ですね。ヘディングシュート2点目。これも簡単に決まりましたね。あっという間に2点を叩き出しました韓国。 何かこのキーパーのカルキコの視線を見るだけでももう試合が早く終わってくれないかというふうにも見えてしまいますが、ここですね。フリーでやらしてますね。韓国の強さばかりが目立ちます。まあどちらかというとテクニシャンで。 接触をしないでもボールを前に運べるようなプレーが好きと、そんなタイプの選手が多いように見えます。さあ体を入れてきた。チャンスになって今度は流し込んだ。うまく合わせました。これで3点目。ファン・ソンホンが中に走り込んでそこにボールが流し込まれました。まずは何か韓国の応援団も旗を振る手に当然だというような自信がありますが<笑> そうですね。このセッションプレーで、まあ周りの選手がよくボールに絡んでますよね。韓国3対0とリード。まあこの辺は余裕ですよね。曲げてテリングシュート。これは強いですね。4点目。 何か練習の最後にこれ決めて終わろうっていう感じのそんな非常にクリアな感じでしたね。ここは集中していました。ボールも良かったですね。ここタイミングもバッチリでしたね。これ高いですね。高いですね。コジョンウンのヘディングシュート決まってこれで4対0としました。ウサンチョル 왼쪽에 고종을 받습니다. 고종은 좋아요. 길게 헷. 아 그러나 이때 다시 옵사이드인가요? 글쎄요. 지금은 옵사이드가 아닌 듯 보였거든요. 아 그냥 뭐 선심이 자신 있게 되는 모습이 글쎄요. 아 이때 선수 교체가 있습니다. 신태용 선수가 들어가는 것으로 보이고요. 노상래 선수를 뺍니다. 노상래 선수가 부상 같지 않아 보이는데 네. 뭐 신태용 선수를 넣는다는 것은 역시 미드필더진에서의 공격력을 좀 더 높이겠다는 이야기거든요. 뭐 노상래 선수가 지금은 미드필더로 기용되고 있지만 나중에는 뭐 스트라이커로서 캐논슈터로서도 명성을 날렸던 그렇죠. 선수인데 네, 신태용 선수 당시 그라운드의 여우라는 별명이 있었습니다. 천안 일화의 전성기를 같이 했던 신태용 선수였죠. 신태용 선수 같은 경우에는
K리그 MVP를 두 번이나 차지했고, 네. 뭐 대부분 연도에 신인왕도 차지했었던 선수죠. 그렇습니다. 지금 이 그라운드에서 뛰고 있는 선수들 중에서 김주성, 고정훈, 뭐 신태용 이런 선수들이 신인왕도 차지했고. 인도네시아 마타 3인. 미야오 내렸다. 아토! 入りました. 인도네시아 1점을 返しました. キーパーとディフェンダーだけに当たってインドネシアの選手は全くおりませんでしたから。そうですね。ダイレクトで入りました。これはエイバックとキーパーの関係もありますね。はい。これ重なってましたよね。これでもいいボールでしたよね。いいボールでしたね。2人が重なってますよね。中央からシュート打てない。 ちょっと後ろから引っ張られましたが、これは3対4になった形になってますね。韓国は抗議を1人好きに、さあこれでうまく出した。完全にフリーになりました。得点のチャンスだ。2点目決まった。4対2。韓国、その今日つくようにしてインドネシアが得点。4対2。入れたのは7番のクトロ。ボールコントロールには定評のある選手。 そのクトロに最後このパスも落ち着いていました。アウトサイド。このタイミング良かったですね。僕も落ち着いてましたね。うまく体を切り替えて、こうですね。ヒュッと。